まあ、ゴロゴロしてて、まあ、そろそろ寝るかってなったわけ。まあ、みやこは洗濯回してたから、ちょっとしばらくはすぐ寝れないなと思って、まあ、スマホいじいじしながら一緒にベッド寝てたのね。一緒のベッドって当たり前なの。だって布団ないし、布団ないし、女の子の泊まりで一緒にベッドで寝るの当たり前でしょ。いや、なんかね、うさたがさ、寝てるところ初めて見たからね、ちょっと見ちゃった。無防備な顔してたでー、無防備な。シーヤーってなってんだ。シーヤー。こんなだった。うさださ、寝起きさ、めっちゃ可愛かったで。お前一生寝起きでいろよって思うぐらいね、可愛かったよ。14時ぐらいに起きて、で、おはよう、うさだ。そしたらさ、布団でさ、もんじょもんじょ、もんじょもんじょ、もんじょもんじょってしてさ、ああ、大丈夫かな、こいつ、まだ起きてねえなと思って、でもさすがにご飯食べないとと思ってさ、なんか作ろうと思って、みこ。で、うさだーって。パンとかね、いい？なんか嫌なやつとかあるって聞いたらさ、うさだが、うん。ジャムとか好き？いちごだけど。うさだ、眠いの？作るよ。ずっと全工程、ずっと全工程。やばすぎたよね、あれ。ただただ可愛いね。うさぎっぽかった。